2024年8月プレゼント企画。さあ今回もおなじみこちらファーストダイヤモンド静岡彫金工房からお送りしております。はい、今夏休みということで、はい、この手作りリング、うん、毎日のようにお客様たくさんいらしていただいてますね。ですよね。すごい若い方も皆さん夏休みで来ていただいてるんですかね。はい、皆さんご存知でしたか。彫金工房に来ていただくお客様、約半数は静岡県外からのお客様です。おー、すごいですよね。なんかこう旅行途中とか来ていただいたりとか、はい、これを目的に来ましたみたいな感じで言っていただけると、すごく嬉しいですよね。はい、最近ではガチャもあるので、はい、ガチャガチャやって、うん、出た宝石をリングに加工して止めるっていう方とかも増えてきているんです、うん、はい、そうですね。自分でやったガチャの宝石が止められるってめちゃくちゃいいですよね。本当にもう世界に一つだけのリングになりますよね。はい、とっても素敵だと思います。手作りリングは今まで真鍮とシルバーでやってきましたが、この度プラチナと18金でも、うん、作れるようになったんですよね。すごい、待望のって感じですよね。はい、すごくお声が多かったので、はい、実現することとなりました。このプラチナと18金ですと、はい、手作りの結婚指輪としてやっていただいたり、あとは何でしょうかね。あとは結婚10周年の特別なリングとか、うん、はい、夫婦ね、長年連れ添って20周年、30周年でもいいですし、はい、やっぱりそこでまた2人で同じものを作るっていう、うん、まあ、その一つの体験を思い出としていただくのも素敵な、ね、出来事になると思うので、はい、ぜひ皆さんにも試していただきたいですね。はい、その作った時間も宝物ですよね。はい、今回9月6日、7日、8日の3日間こちらのファーストダイヤモンド静岡彫金工房ではオーダーメイドとペットジュエリーフェアを開催します。はい、なんかすごくお得なリングがあるんですよね。はい、今回このフェアの期間中限定で4名様、はい、先ほどのプラチナの手作りリングが特別価格になります。プラチナのリングがこの金額で、はい、そうなんです。なるほど。あとはプラチナの手作りリングにハワイアンの彫りを入れてもらうこともできるんです。うん、ハワイアンの彫りすごい人気ですからね。はい、ハワイアンの彫りは職人さんによって入れて後日またお渡しさせていただくんですが、はい、なんかいいですよね。自分が作ったリングに職人さんの彫りが入って、はい、うんうんうん、なんか特別ですよね。はい、でやっぱりハワイアンジュエリーってすごくこうお高いイメージっていうのがあるんですけど、それが結構いい価格で、こちらも限定2本で、はい、この特別価格になります。すごい、この金額でハワイアンジュエリーが手に入るなんて、はい、素敵ですね。はい、その他にもペットジュエリーフェアということなんで、ペットとジュエリー店に来て一緒に過ごせるお店となっております。ドハン OK。 ドハン OK。 あー、いいですね。ワンちゃん、猫ちゃん一緒に遊びに来ていただきたいです。はい、そして今回のペアのご予約来店特典はこちらです。はい、こちらエコバッグ。はい、かわいいですね。はい、どうですか、畑店長が持ってみて、はい、もう本当コンパクトなミニサイズですね。そうですね、ランチバッグみたいな感じで、うん、お弁当とか入れてもいいかもしれないです。いいですね、お財布となんかスマホだけ入れて、うん、ちょっとしたお出かけの時や、ね、あとはこちらの彫金工房に来ていただく時にこのエコバッグ持ってきていただいて、うん、そうですね、ガチャをやった中身とか、はい、色石も詰められますね。うんうんうん、いいですね、ちょっとお出かけで静岡彫金工房来ていただいて、はい、ガチャガチャ入れていただいて帰っていただくっていうちょうどいいサイズだと思います。はい、皆さんにこれから愛用していただきたいですね。はい、本当ですね。皆さんちょっとこうトラップとかつけていただいて可愛く持っていただければと思います。その他にも今回さ
さまざまな特典などもご用意しておりますので、はい、そちらの方はまた詳しくはファーストダイヤモンドのスタッフよりお伝えいただきたいと思います。どうぞ、はい、楽しみですね。はい、はい、では皆さん、たくさんのご予約をお待ちしております。それではお話をプレゼント企画に戻しまして、8月のプレゼントの発表です。今回は色石ですね。はい、今回はピアスにぴったりの色石をご用意してみました。ではこちらの2つです。まず1つ目はペリドットのペアシェイプです。みんな大好きなペアシェイプですね。はい、はい、そしてなんといっても8月のお誕生石でもあるこのペリドット、はい、大人気の予感です。そうですね、なんか8月のお誕生日の方ってペリドット好きですよね。わかります。ペリドット愛が、はい、熱いですね。そうですよね、はい、そして2つ目、はい、ピンクトルマリンのオーバルカットです。かわいい。結構、はい、ピンクがお好きっていう方多くて、うん、多いですね、はい、やっぱりピンク派は一定数いますので。そうなんです、はい、で今回はこのグリーンのペリドット、そしてピンクトルマリン、うん、どちらに多く応募が入るかなと。そうですね、これ結構割れそうですよね。はい、ただこういう今ピアス用でご紹介してるんですけど、はい、うん、実際、まあ、なんだろう、使いやすい大きさなので、はい、お揃いのリングを作ったりとか、あとは今までのお持ちの色石と組み合わせて、はい、何かこうペンダントトップを作ったりとかっていうのもおすすめですね、はい、やっぱりペアなのでこうカフスボタンとかにしていただいてもおしゃれなんじゃないかなって思います。確かに最近男性でもこう、はい、自分でつけられるこうジュエリーじゃないですけど、色石どうやって身につけたらいいかなっていうご相談もよくいただくので、こういろいろなアイテムでご案内できればなと思います。はい、皆さんもぜひこの色石を見て想像を膨らませていただいて、はい、ぜひご応募いただきたいと思います。はい、たくさんのご応募お待ちしております。では応募期間は、はい、8月の23日金曜日の19時までです。応募方法はアプリの新着コメント欄にプレゼント企画応募しますとコメントください。はい、当選者の発表はアプリの新着情報の動画内にて発表いたします。最近はこう新しい方たちもどんどんご参加していただいているので、はいはい、初めて見るお名前の方がいるとすごく嬉しくなりますよね。そうですね、今月は夏祭りもありますから、はい、もっといろんな皆さんに、うん、ご興味を持っていただけたら嬉しいです。はい、ぜひ皆さん周りの方にこちらのルシュル K のプレゼント企画のこと、アプリのことも、はい、広めてください。はいじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。